もう寝ようよ。じゃあ。俺も寝たいよ。で、やめようよ、じゃあもう。でも眠くないんだよ。じゃあさ、一回止めて。どうやって止めるの？上のライバルプレイ。パティちょうだい。いいな。ドッジボールじゃん。違うよ。なにこれ。じゃんけんしたいんて。怒りの花嫁。イベントじゃん。何これ何やんのこれ。コープ。敵撃つボット。みんな離れるな。密集体系だ。危ない。鍵がないと城には入れなさそうだね。入って。鍵見つけろだってよ。この街のどこかに鍵が隠されてる。こういう時にはぐれたやつから死んでいくからな。これじゃないか。あったぞ。最悪。キモすぎ。あ、マジ心臓ビクンってなった。マジちゃんにはもっと期待してたんだけど。頭の中でごちゃごちゃ言ってんのはどいつだ。悪いことは言わないから城には近づかないこと、ね。ガチの悲鳴出てたって。通報されますか。犯人を見つけたみたいね。今度こそ。ね、鍵は？持ってる。じゃあ開けてよ。鍵触らないから。今度から月が回ってきた、ね、みんなも今あの画面見えたの？誰かに見られてるような気がします。いやもうめっちゃ怖い。もういきなりバーって画面の画面にバーってきたんだよ。そうだったね。白い顔のやつが。そうだね。上よ。マリオネットの怪しい視線が英雄たちに降り注ぐ。これ明るいでしょ。こうしたらもうびっくりした。みんなの目の前にもマリオネットあった？あったよ。あったよ。なんでお前らびっくりしたの？鍵あるよ。いや絶対に嫌だ。大丈夫なんて。明るいからバッて来ないよ多分。不思議な。なんでお前もノラも空気読んでんだよ。ほらほらだよ。マリオネはジャンケンシュタインの死後も彼を崇拝していたみたい。そして終わりの場所に戻ってきた。彼が始めたことで、カミさんしか配信してないもん。一体何のために復讐さ。おいで。それ以外にない。すぐに上司を見つけないと。お前リスナーだろ。絶対リスナーだろお前。なんか聞こえるって。開けるからね。サガラスピード早っ。城の主の声だ。